に合わない。このままじゃ集落のみんながもうできることはないのか。あいつがいてくれれば、この手が届きさえすれば、俺に力さえあれば。我的左眼之力。まだじゃ、しばるぞ。棋神大战。白亜の騎士人形だと。要陨落了。真 boss 出场了。神狼，術でサポートする。冷静に対処せ、王子よ。魔女ども、不時着する。総員備えるがいい。冗談きついわよ。クートさん、根性も大丈夫ですか。これ以上の好き勝手はさせません。デク遊びも飽きたところ、相手にとって不足はあるまい。
ジーダ、よかった。お姉ちゃん、なんとか助かったみたいですね。でも何がなんだか。林教官、そちらもなんとか無事のようだね。待ってよ、すぐに。教官、その髪と目は又变身。よかった、みんな無事で。左眼的是代表魔力。本当に。リン、どこか痛むんですか？いや、大丈夫だ。でも、どうしてこんなに悲しくて泣きたくなるくらい嬉しいんだろうな。应该是别人的眼睛吧，那个象征，但是那看起来又像是魔女的那个在使用魔力的时候变化的眼睛。叮叮，这个又出现了。まあ、二年前の内戦時にもノルドの地に現れていたが、ここ最近の霊脈異常に伴って再び出現したようでな。わらわたちもこれを使って駆けつけたというわけじゃ。確かにこの付近ならクロスベルへの並列転移もできそうね。そうか。どうかよろしくお願いする。この事件を本当に解決するためにも。うむ、任せるがよい。他のメンバーも各地の霊窟で合流できたみたい。いつでも行けるわよ。これで新旧の7組が揃うのか。オリバルト殿下の結婚式以来ですね。ああ、他にも助っ人が来てくれるようだが、レーファス総統の登場を皮切りとする一連の不可解な事件、悲劇を繰り返さないためにも何としても食い止める必要があるだろう。行くとしよう。全ての手がかりが指し示す地、祝報のクロスベル。クアッドミアトレイサミルト、ファタゲンより尋ねられし小さき影デモンスカラと戯れる幻想郷へのキラボ。キラボ、那个机体都不用解释一下，到底发生什么事了？昨天啊，终于要解释了。
っておるようじゃな。ようやく裏が取れてのやれやれ骨が折れたわ。第八个棋神，圣兽跟准圣兽。せっかく向こうで美味しいミルクをごちそうになってたのに。これも修行の一環なのよ。別になりたくてなってるわけじゃないんだからね。こうして話をするのは初めてだな。エレボニアの子らよ。真的会说话。その通りだ。その使命自体、とうの昔に終わっているがな。だが、このゼムリアの地と無関係というわけではない。その意味で、黄昏前後の動向、特に霊脈の歪みは注視していたのだが。灵芝邂逅，嗯，还有草。そんなに立ってないはずなのに。どうしてこんなに懐かしいのかな。ユウナ、大丈夫。きっと君の家族も無事でいるはずだ。ええ、微力ながら私も力添えをさせていただきます。クルト君、クレア教官も。今は信じて前に進むしかないよね。大丈夫、うん、分かってるならいい。リーンに何かあったらゼノとレオも心配する。それは覚えておいて、うん、効果てきめんだね。
とやっぱ顔を出して正解だったかね。稻草人。よ、お前さんたち元気にしてたか？ノルドじゃいろいろあったみたいだが。可从里面选一个，选他吧。还有猫猫呢。真是第一次玩了这么久才出现。そばにいる限りはな、この半年そのために強くなったようなものだ。よもや頼れぬとは言わぬな。うん、それでよい。湿地帯か。どうしても聖女のことを思い出しちまうな。ああ、本当にいろいろと世話になったからな。あのね、湿地帯だからって湿っぽくなってる暇はないわよ。うん、その通りだ。ミシュラムに急ごう。嗯，好了，先玩到这吧。其实刚刚那一段就是，还蛮吵的，就是有掌握到那个气氛吧。那个骑兵又跑出来那一段，嗯，好，玩到这吧。我要先收台休息了，就这样玩了。